それでは最後に原子力災害対策につきまして、府県域を越えた広域避難対応の調整をされておられます内閣府から高浜地域における原子力防災についてご説明をいただきます。ご説明いただきますのは内閣府政策統括官原子力防災担当付参事官、佐々木正人様でごございいいまままますすよろしししくお願いいたしますただご紹介に預かりました内閣府のの原子力防災担当参事官の佐々木でございます。 あの本日お時間をいただきましてありがとうございますあの時間も押しているようですので、えー、座って早速説明を始めさせていただきたいと思いますあの私どもの組織でございますけれども福島での事故を契機にです、ね、原子力防災体制の強化をするために作られた組織であります昨年10月に発足し地域の原子力防災体制の充実強化を目指しています でまずあの、お手元にお配りしております資料のスライド番号の5というところをご覧いただけますでしょうか、え私どもが行っている、まあ、中身あの仕事の中身をです、ね、え簡単にご紹介申し上げます、まず一番上、1と書いてございますけれども、地域防災計画、避難計画の作成 これはの自治体の方々にいろいろ行っていただいております私どもの組織はこうした自治体の方々の取り組みを全面的に支援をするということとなってございます、まあ、いわばあの国と自治体が一体となって地域の避難計画を作成し充実させていくための組織であるということでございますこれに加えまして自治体の方々に対する財政的な支援でございますとか原子力防災訓練に対する支援なども担当しているところでございます えー、まずはあの政府の中にこうした原子力防災に関する特別な組織が設けられていることをご確認をいただけたらと思いますまたあ、政府全体あの私どもだけではなくてですね、えー、政府全体を挙げて、えー、原子力防災体制の強化を図っているところでございますあの私どもは政府の中で例えば自衛隊ですとか バス業界、タクシー業界を所管しております国土交通省ですとか政府の中の関係する省庁全てと平時から連携を取るそういった形で仕事を進めているところでございます。 スライド番号の7、8というところにですねこれまで私どもがこういった関係省庁の方々および関係する自治体の方々と一緒になりまして原子力防災体制の強化について議論をしてきたその実績を書かせていただいているところでございますさて、あのここからですねあの高浜地域の地域防災計画の充実に向けた取り組みについて簡単にご説明を申し上げたいと思います。 まずは原子力災害時の対応の基本的なスキーム全体像について簡単にご説明をさせていただきますあの決してあってはならないことだと思っていますけれども政府は原子力発電所の事故等が発生した場合に国民の生命、身体の安全を確保するのが最も重要であるとの観点から緊急事態における原発周辺の方々等に対する放射線の影響を最小限に抑えるために 原子力災害対策指針という,うまあ指針をまとめているところでございます。あのスライド番号の九十をご覧をいただけますでしょうか。あの原子力災害対策指針では原子力発電所で起こっている事態に応じた対応が必要であるということで異常事態が発生したケースについて発電所内の状況を三つに分けています。 まず一番最初はあ警戒事態、えー、こちらは例えばその大地震が起こったというようなです、ねえー、いわばその異常事態が今後発生するかもしれない、そういう可能性がある状態を言います、でえー、次、真ん中のところがあ施,設あ施設敷地緊急事態、例えば地震等が原因で、えー、全交流電源、あの発電所の中の電源が喪失されてしまったような状態。 これはまだあの事故ということに必ずしもなっているわけではありませんけれども、周辺に放射線による影響をもたらす可能性がある状態、これは具体的な対応の準備を始める段階とお考えいただければと思います、で3つ目が全面緊急事態、これはもう電源が喪失し、冷却機能が失われてしまったような状態、えー、周辺に放射線による影響をもたらす可能性が高い状態を言います。 まあ、あの事態を3つに移行して分けているわけですが、えー、これに加えまして発電所からの距離に応じて、えー、PAZ=、まあ、予防的防護措置を準備する区域とか私とも呼んでおりますけれどもと UPZ= 緊急時防護措置を準備する区域というのに分けておりますこれはあの発電所からの距離に応じて分けておりますが PAZ はおおむね5キロ圏内 UPZ というのはおおむね5キロから3 0キロ圏内を指しますこれはその放射性物質が放出された際に放出源からの距離が離れれば離れるほど放射性物質の影響が大幅に小さくなるという性質に着目をしたものであります p a z、まあ、5キロ圏内の方々には放射性物質の放出がされる前から 予防的に避難するないしは放射線防護措置、えーまあ、いわば放射線が入ってこないような特別な措置を講じた施設にいい逮捕していただくそういった対応をとってい,くいただくことにしておりますし UPZ、これは比較的離れたエリアになりますけれどもまずは屋内逮捕していただくことを基本としています。 綾部市はあの方々にとっては、まあ、面積で約半分、人口で9000人程度居住されているエリアというのが3 0キロ圏域内に入っているということですので、えーまあ、この綾部市内の半分ぐらい、面積で半分ぐらいの区域というのは、この UPZ というものに当たるということになります。30キロ圏内ににする地区の方々には 綾部市役所からの連絡等があった場合にはです、ね、例えばその発電所が全面緊急事態になったとか発電原子力発電所で冷却機能が喪失されてしまったとういう連絡があった場合にはまず屋内に代表していただきたいということでありますで繰り返しになりますけれども UPZ の方々にはまずは屋内代表していただくことこれが大事だと私ども考えています 例えばその屋内退避をするだけでこれは木造家屋でありましても60%程度の放射線は遮断をすることができますしコンクリート製の建物であれば80%ぐらいのです、ね、放射線というのをカットすることができるということでありますのでこの屋内退避が重要であるということこれをまずはご認識をいただけたらと思います。 またあの全面緊急事態になった場合にはあすぐに政府から京都府を通じて各市町に連絡が行くことになっていますあのスライド番号の33というところをご覧いただけますでしょうかちょっと飛んでしまって恐縮ですけれども、えーまあ、原子力発電所において異常事態が発生すれば、えー、官邸に原子力災害対策本部というものができることになります。 これと同時にですね現地にも現地対策本部というのが立ち上がることになってございますこの現地対策本部にはあの私ども政府の役人も即座に駆けつけますけれどもそれに加えまして京都府庁の方々や関係市役所、市町の役場の方々にもお集まりいただくことになっていますきっちりと情報共有できる体制ができるということですで34ご覧いただけますでしょうか、えー 先ほど申し上げましたように、やはり何かことが起これば、UPZ の方々、屋内代表をしていただくということですけれども、えー、中央防災無線、衛星回線等を使って、えー、きちんと連絡が届くような体制、えー、それをすでに立ち,つつ立ち上げてきているところであります。続きましてににも同じように、えー、これれれは京都府庁やそれぞのれの市役所の方々から エリアメール等を通じて皆様のところへ連絡が行くそんなような仕組みがすでに構築されているということでありますこのようにその衛星回線等を使ったテレビ会議や中央防災無線防災行政無線ない場合によっては広報者なんかもフル活用しながらかつ京都府庁の皆様 市綾部市役所の皆様なんかのご協力もいただいてですねしっかりと皆様、市民の方々のところへ情報を即座に届ける体制というのを構築してきているところでございますですので、まずはこうしたご連絡をしっかりと受け取っていただいてしつこいようですけれども必要なタイミングで屋内に退避していただくこと。 これで不必要な混乱を避けることこの重要性を理解をしていただけたらと思いますまたあのスライドが飛んで恐縮でございますがスライド番号の10というところに戻っていただけますでしょうか仮に放射性物質が放出されてしまった場合には緊急時モニタリング、まあ、あのこれはです、ねえー、原子力発電所の事故等が発生した際にあらかじめ設置しておりましたあ機器ないしは移動可能な測定機器を使って 各地域の放射線を測ることを言いますけれどもこの緊急時モニタリングによってです、ね、500マイクロシーベルトという極めてた放射線量が高い状態が計測された場合にのみ数時間から1時間以内に避難の措置を取っていただくということでございますまたまた資料を飛んで恐縮ですがスライド番号の28というところをご覧いただけますでしょうか、えー、京都府内にはすでにですね 今申し上げましたその緊急時モニタリングをするための機器モニタリングポストと呼んでいますけれどもこれが16か所 30km 圏内に設けられています綾部市内にも4か所ありますでこれを今京都府庁の方々中心になって 30km 圏内にさらに30箇所を作るという計画がございますかなり詳しくそれぞれの地域における放射線量を測る体制が作られてきているということでございます 同じように、えー、緊急時モニタリングの結果、毎時20マイクロシーベルトを超える地域が出てきた場合には、えー、その地域の方々に対しのみ1週間,以内1週間程度の間にです、ね、一時停電をしていただくことにしていますここで気をつけていただきたいのは、ま、あの放射性物質が放出されたら、すべての地域ですぐに毎時500マイクロシーベルトとか20マイクロシーベルトに達するということではないということです。 当然その放射性物質の放出のタイミングですとか、えー、放出の量ですとかに応じてそれぞれの地域での放射線量が変わってきますしかも距離が離れれば離れるほど放射線量は減少していくものですですのできちんと状況を踏まえた上で支援、えー、に必要な方に必要な対応をとっていただくそうすることで無用なリスクを回避することが可能となるということでございますでスライド番号の21をご覧ください こちらに今申し上げたことをもう少し整理して書いてございます次にあの一時転をしていただくような事態になってしまった場合の対応についてご説明をさせていただきますスライド番号の22というのをご覧ください皆さんに一時転をしていただくことになってしまった場合には移転先移動ルートを複数設定しています 綾部市の方々はすでに府内については南、西の2方向に避難先及び避難ルートが特定されていますしそれとは別途、府外これは具体的な兵庫県ですけれどもに避難先、避難ルートが設定されています。 でスライド番号の23というところをご覧いただきたいと思いますがそういった避難先を特定し避難ルートも特定しているわけですが一時点、ないしは避難にご支援を必要とされる方々への対応について、えー、若干ご説明を申し上げます京都府内では UPZ、UP まあ、3 0キロ圏内ですがにある医療機関、社会福祉施設これは78施設あると。 いいうことでございますけれどもそこに入っている方々の人数を把握するとともに受け入れ先の候補施設というのを京都府災害時要配慮者支援センターというものを作っていただいてそこを通じた調整により確保することになっていますスライド番号の24というところをご覧いただけますと京都府における避難元と受け入れ先のマッチングのスキームに関する資料を入れさせていただいております あのお時間ある時にこのマッチングフロー、下の方に書いてございますけれども、ご確認をいただけたらと思います、でスライド番号の25をご覧いただけますでしょうか、えー、在宅の方で、いわゆる避難時にご支,援をあのご支援を必要とされる方々に対しては、防災行政無線、エリアメール等、情報提供を行うこととしていますが、ただし、こういった方々、なかなか連絡が通じないこともあろうかと思います。 そうした際には関係市町の方々や消防隊員の方々、えー、場合によっては最後の手段ですけれども自衛隊の方もお手伝いをいただきながらです、ねえー、在宅で避難にご支援を必要とする方々に屋内退避もしくは一時点等の連絡をする体制を取るそういったことも構築をしているところでございます、えー、次にスライド番号の26でございますけれどもこちら小学校保育所の生徒児童さん たちに対対すする対応です学校や保育所の場合には警戒事態が発生した際これは具体的には例えば地震が起こったということになりましたらその時点で保護者の方に引き取りをしていただくという対応にしてございます学校保育所の場合にはそれぞれの学校で行動計画を作成いただくことにしておりましてそれに基づく対応をしていただくことにしています こ、えー、ここから、えー、この後ですね移転のをする際、えー、その途中で起こることを簡単にご紹介申し上げたいと思いますスライド番号の29をご覧いただけますでしょうかあこれは安定用素材の配布について記載をしています UPZ の方々につきましては原則として原子力規制委員会があ発電所の状況やモニタリング結果を見て、えー、必要性を判断して、服用が必要と判断された場合のみ 原子力災害対策本部内所は、地方公共団体から服用配布の指示が出ます、備蓄創価から安定要素材を取り出して、えー、皆さんには一時集合場所等で配布をしていただく、そういう体制になってございます、またスライド番号の3十には、あの一時点指示等が出た場合に移転の途中でスクリーニングを向けていただくことになってございます。 そのスクリーニングのポイント、下の方に、えー、京都府内の高補地、えー、複数書いてございます、こういったところでスクリーニングを受けていただく必要があれば、そこで簡単な除染も受けていただいて、えー、避難をいただくということでございますで、スライド番号31に飛んでいただけますでしょうか、今申し上げましたようなその一時点ないしは避難でございますけれども、何度も同じことを申し上げて恐縮ですけれども、まずは UPZ の方々には屋内退避をしていただくということになってございますその上で緊急時モニタリングの結果等を受けて一時点等が必要になればですね移動の手段を確保するということになってございますで移動の手段これは基本的にはバスと思っていただいて結構ですがまずは京都府の方に京都府内のバス会社からバスを調達して努力をしていただきますでもそれでも足りない場合にはあもう少し広い範囲まずは関西広域連合 でそれでも足りない場合には政府自らがです、ねえー、バス業界、ないしは関係団体に要請をして、えー、バスの派遣、えー、等を確保するバスの確保、派遣をお実際に行ってもらうそんなような体制にしているところでございますここまで駆け足であの説明をしてきてしまいました最後になりますけれども原子力発電所で事故が発生した場合こんなことあってはならないことですけれども こういったことが起こった場合には政府を挙げてバックアップする体制を作り対処することといたしますスライド番号36以降をご覧いただけますでしょうかスライド番号の36これはあの政府は必要とあらばですね関係府県関係市町からの要請を受けまして実動部隊具体的には自衛隊とか海上保安庁を思い起こしていただければ結構ですが その総力を挙げてです、ね、皆様の避難等をご支援申し上げる体制を作っていますで37、ご覧いただけますでしょうか例えば道路が使えなくなった場合のです、ね、空路、回路を使った避難なんかが政府の実動部隊を使った避難の典型だと思いますけれどもスライド番号の38にです、ね、それぞれの組織の対応をより細かく具体例を書かせていただいております。で最後ににななりりりまますすけれども繰り返しになりますが 政府と関係自治体が一体になってですねスライド番号39のところに書かせていただいてますけれども引き続き皆様の地域防災計画避難計画のさらなる充実強化を図るべく全力でご支援を申し上げたいと思っていますただ、この原子力防災の世界にもですね完璧や終わりはありません政府や関係自治体の方々が実施する原子力防災訓練等を通じて課題を明らかにしながら さらなる向上を図っていくさらなる強化を図っていくそのことが大事だということでございますあの引き続き皆様方のご理解とご支援を賜りながらあさらなる地域防災計画の充実政府も全面力でご支援を申し上げたいと思います、えー、とりあえず私からの説明はここで一旦終わらせていただきますありがとうございました